世界を救う絶対いつか出会えるはずなの。沈む夕日に寂しく一人拳握りしめる私。週休二日しかもフレックス、相手はどこにでもいるんだから、今夜飲み会期待している友達の友達に。目立つにはどうしたらいいの、一番の悩み。性格良ければいい、そんなの嘘だと思いませんか。幸せの予感、きっと誰かを感じてる。ロマンスの神様、この人でしょうか。ノリと恥じらい必要なのよ。初対面の男の人って年齢、住所、趣味に職業、さりげなくチェックしなくちゃ。待っていました、合格ライン、早くサングラス取ってみせてよ。笑顔が素敵、真顔も素敵、思わず見とれてしまうの。幸せになれるものならば、友情より愛情。帰りは遅らせてと早速 OK、 ちょっと信じられない。恋してる瞬間、きっとあなたを感じてる。そういえば書いてあった、今日会う人と結ばれる。今週も来週も再来週もずっと、一年。